エスパル仙台は宮城県仙台市青葉区中央に所在するショッピングセンターである。東日本旅客鉄道仙台駅の駅ビルの一つ。仙台ターミナルビルが運営し、三館からなる。東日本旅客鉄道仙台駅南西に隣接する商業施設。地上3階、地下1階建て。地下1階は駅舎地下部分すべてがエスパルとして利用されている。仙台駅舎とは、 地下1階から3階の4フロアで接続し、6階は仙台駅屋上駐車場と接続する。また、地下1階では仙台駅東西地下自由通路を介して、地下鉄仙台駅、仙台駅、西口地下歩道を介して、仙台駅前開発ビルと接続。さらに、1階北の飛び地でデーラ仙台と、1階2階でホテルメトロポリタン仙台と接続する。 JR 東日本が進めてきた東口再開発事業ではエスパル仙台東館と2.3階で接続された。東館の開業により従来のエスパル仙台はエスパル仙台本館と称することになった。地下1階の食品フロアが1998年以来20年ぶりリニューアルされ2018年11月15日にオープンした。リニューアルによってフロアは 駅地下お土産通り、駅地下お土産通り、駅地下キッチンとなり、新規含め、計64店が出店した。駅地下お土産通り、駅地下お土産通り、駅地下キッチン駅舎2階北部分に位置する商業施設で、エスパル仙台店の別館として位置づけられる。仙台パルコの出店に合わせ、新幹線ホームカ界のデッドスペースを活用し、2008年6月18日に、 開業。施設北端で仙台駅北部中家町自由通路と南端で仙台駅中央改札口方面と接続する。正面エントランスは仙台パルコに隣接する。仙台駅東口再開発事業により新設される。商業施設北と及び南東の2階から4階、ホテル棟の1階2階に広がる。2016年3月18日開業。 東北発出店の店舗やお土産店などファッションから食物パン飲食まで82店舗が出店。既存エスパルと連動される。仙台ターミナルビルが運営を行う。商業テナントのほか保育園やクリニック、大人の休日サロン、屋上庭園も併設される。住所は 本館及びエスパリと同じだが、敷地の東側の大半は、宮城の九龍丘にまたがっている。ありがとうございます。